ニアです。エコです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今回はなぜ開いているかというと、ソーシャルディスタンスでお届けをしております。イエーイ。フラガじゃないよね。フラガじゃない。フラガじゃないよね。全然仲良しです。はい、でね、めっちゃ久しぶりの2人の撮影です。何だろう、いつぶり？大阪ロケ。そうだね、2人で撮影するのは大阪ロケぶりかも。それくらい前。それくらい前ですね。久しぶり。久しぶり。こんな状況なのでね、はい、なかなか会えなかったので、テンション上がっております。上がっております。ということで、今回の企画は英語禁止で釜の中身紹介です。イエーイ。難しそうだよね。結構カバンとか日常の中でも英語使うことって多いじゃん。あれ、これ英語だったわみたいなよくあるよね。罰ゲームはどうしますか？なんだっけ、モノマネ。モノマネにしましょう。モノマネでいきたいと思います。それではどうぞ。あ、じゃあエコのカバンの中身からいきたいと思います。何かっていう、じゃじゃん。ここの購入場所はこれとこれのブランドです。皆さんわかります？なんとなくわかる。ずっと探していたこういう形。めっちゃちっちゃい。はい、ブランドって言うと本当に気づかなかった。言ってしまいました。モノマネ、ドラえもんのモノマネまで3、2、1。僕ドラえもん。可愛いんだけど。すごい声になって。朝2本も見てきたんですよ、ドラえもん。ではじゃあカバンの、はい、これです。この形をずっと探していて、ずっと荷物が多かったんですよ。だからこういう肩掛けカバンの黒にいたしました。めっちゃちっちゃいね。かわいい。全然入らなくもないけど、こんな感じです。あ、でも意外に入ってるね。意外に入ってる。こんな感じで、まずはこれ、じゃじゃん。それってもしかして、あのなんか原宿で買うときに、あ、桃っていうやつですね。あ、アモモです。お揃いで買ったよね、それ。うん。で、この中にはいくつかの金と銀の指輪と、あと耳輪。耳輪が入っています。まだこれ桃の匂いがするんですよ、うん、めっちゃする。すごくいい桃の匂いがします。針を持ってる。よく使ってる。そして次、じゃじゃん。こちらは便利な携帯電話です。コンパクトな便利な携帯電話です。で、こちらの、はい、あー。言いましたね、私。言いましたね。じゃあ、どんなものにしますか？クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん、でも今日クレヨンしんちゃん見てきた。あ、そう。クレヨンしんちゃんまで3、2、1。ほら、しんのすけだぞ。エコ感が出てた。こんな感じです。こちらの便利な携帯電話のこれ、アモモさんのリング。めっちゃ言うじゃん。はい、言ってしまいました。姫かのものまねを。エコの姫かので、3、2、1。どうぞ。そんなことある？そんなこと言ってるって。姫かのものまねを。歌ってる。歌ってる。このアモモは携帯電話につけるアモモの輪です。これは冬に来るおじさんいるじゃないですか。こういう人、あの、あ、白いひげ生やしてる。白いおじさんじゃなくて、赤い帽子かぶったみんなの大好きなおじさんがいるが持ってきてくれました。あとこちら、じゃじゃん。口紅です。これの品番は、ちょっとブランドは、ブランドはあれだよ。ブランドもう言えないのに。あ、2人とも罰ゲーム。どうしますか？じゃあ、エコがアリアのものまねして、アリアがエコのものまねですよ。このアモモは言ったことは言ってないけど。じゃあ、エコのアリアのものまね。3、2、1。
ドラえもん大好き。モノマネ難しいですね。まだ続き。こちらのショップ、まだ行ってないです。こちらのお店の名前は皆さんも見たことあるやつです。すごくふわふわな女の子たちが好きなお店です。紅バラ66番です。これは鏡がね、ついているんですね。こんな感じで、だから便利ですよっていうやつです。以上で私のカバンの中身でした。次はリアちゃん、何に行きたいと思います。前まではね、結構肩にかける大きいカバンだったんですけど、今はね、ちっちゃいカバンにハマっていて、これはですね、まあ、休日というブランドの休日って言ったのに、頑張ったのに。ミッキーのものまでをしたいと思います。3、2、1。はぁ、お、ミッキーミッキーのものまででした。では中身を紹介したいと思います。まずね、これはね、ここの帯が可愛いです。柔道みたいに可愛いですね。まずですね、これ今は感染症なんちゃらが流行っているので、この消毒液体を持ち歩いています。これコンパクトでね、とても良きです。エコと同じように間違ってる。トウモロコシパンパンのぐるぐるのやつ。3、2、1。トウモロコシパンパンはいかが。で、そんな感じですよね。紹介したいと思います。これはですね、定期入れです。これはピンクラテのやつです。これはもらいました。でね、アリアは定期入れが結構英語じゃないですよね。結構英語じゃない。え、そうなんですか。あ、桃のおっちゃって言えばよかったです。桃アリアのお名前で、次アンパンマンのお名前で、3、2、1。イカゴ。どっちか食べてね、栄養満点。よく子供たちにあげてるじゃないですか、頭。はい、アンパンマンでした。定期入れの桃茶です。のブランドです。で、これに定期を入れてます。今ブランドって言った。え、言った言った言った。ではクレヨンしんちゃん、2、1。おーい、俺しんのすけだぞ。似てる。しんちゃんでした。ではこの定期入れでした。イエーイ。じゃあ次に定期入れでした。定期入れでした。はい、どういうこと。あれ、どこ行った。あー、これか。いい、家か。家を言ってしまいました。これユナのものはね、ユナはちゃんの名前でした。次に鏡を紹介します。ももかちゃんからもらったドラえもんの鏡が割れちゃったので、新しい鏡に変えました。とても可愛いです。これも両面鏡です。イエイ。ピン、ピン、ピーじゃなくて桃色です。え、また家行ってる。レイラのものまで、レイラです。レイラちゃんのお名前でした。では次、ヤリアが好きな口紅を紹介したいと思います。はい、こちらの2つの口紅です。こっちはうるうるの口紅で、こっちは普通の口紅です。ここに書いてる通りのブランドでございます。はい、こちらのやつでございます。とてもね、可愛い色なんです。で、これは応援してくださる方にもらいました。ありがとうございます。お気に入りです。未来のものまでお願いします。ゆりゆりすーど。未来のものまでまで、3、2、1。すーど食べたい。では次、鼻かむ髪です。で、これはね、なんかちっちゃいので、こういうちっちゃいカバンにも入ります。これはアリアが大好きなドラえもんです。はい、で、これはね、すごくお気に入りのクッシ
なんですけど、両方使います。こっちがね、大きい方で、こっちが前髪とかの方です。これはね、とても畳めるし、とてもいつも使っています。たまに行くさ、泊まるさ、宿舎あの洋風な泊まるところの洗面所のところにあるじゃないですか。あるある、それがめっちゃ使えるよ。それの、あ、多分これもこれあれだよ、宿舎の旅館の宿舎で、最後のカバンの中身はこちら、手を潤うすべすべにしてくれる液体です。液体っていうか、はい、です。こちらなんですけど、すごくいい匂いがして、しかもね、なんていうの、牛乳で作られるバーから始まるものがとても入っていて、乾燥をしにくくてとてもいいです。アリアのやつは終わりです。どうでしたか？どうでしたか？なんか紹介するときにめっちゃいいよね。え、もう終わりですか？終わりましょう。終了、終了。イエーイ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 。めっちゃイエーイ言う癖があるし、ブランドがやばい。ブランドとかショップとか、コンパクトとかな、めっちゃ言う。めっちゃさ言うから、モノマネもいっぱい考えなきゃいけないよね。どうだったでしょうか？で、友達とかとやってみても面白いかなって思います。で、もっとハードな罰ゲームとかをやると友達の中では盛り上がるかなって思います。皆さんもテレビ電話とかでもできるので、ぜひやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。